書籍全般ですね。それと事業拡大によりグループ会社で扱っている精米の配達を始めまして、今そこがメインになります。私も含めて結構未経験で来ていただいた方も多いので、先輩方が分かりやすくご指導いたします。安心していただければと思います。日曜祝祭日、あと隔週で土曜日ですね、休みになっております。年2回の賞与と毎月無事故手当、解禁手当等を支給しております。今いるあの弊社の社員先輩たちが一生懸命教えますので、安心して入社していただけたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。順番で並ぶような倉庫とかがあるので、たまに早く出勤をして順番待ちをして、あの納品という形で朝倉庫に行って積んで配送っていう形になっています。体力的な負担に関してはほぼフォークリフトで下ろすことが多いの で、最近始めた米の配送に関してはあの手で下ろすことがあるんですけれども、学校に納品ということがほとんどなので、納品口というかホームになっていて、あの納品場所があるので、そこまで大変なバラ下ろしではありません。女性ドライバーは今私だけなんですけれども、周りのドライバーさんも荷物の積み替えとかある場合は手伝ってくれますし、みんな優しくしていただいているので、この点の心配はないと思います。とても優しい方が多いので、とても働きやすいと思います。ぜひうちの会社に来てください。ドライバー求人サイト。